アラペコアザラシと申します。それではファスモフォビアやっていきたいと思います。ミッションはいつものね、この狭いマップでセミプロでやっていきたいと思います。で、追加はいつも通りキャンドル、ライター、そして塩、あとは温度計。強力な懐中時計買ってもいいけど、どうしようかな。そうしとくか。強力な懐中時計買っときましょう。前ね、またゴーストに倒されちゃった時にね、もう強力な懐中時計取られちゃいましたからね。それでは進めていきましょう。強力な懐中時計があるなしだとね、やっぱり全然違いますからね。ここはね、ぜひとも取っていきましょう。あとはどこにまずねいるかどうかの特定が先ですね。いやー、この走ることが必ずしも最良の策とは限りませんって言うけど、怖くて絶対走っちゃうからな。いやー、とりあえずまずは場所の特定のために温度計を持ってね行くことと、あとは物品の搬入でね、入り口のところにね物品をねどんどん投げ込んでいきましょう。で、あとそのうち三脚使ってちょっと撮影するっていうのもちゃんとやらないといけないな。いつでもね、どこでもね、置き場所がねあるわけじゃないですからね。あ、今回のミッションは目標にゴーストに塩を踏ませる、スマジスティックをゴーストの付近で使用、ゴーストにキャンドルを消させる。スマジスティック以外は達成可能ですね。さあ、強力な懐中時計で行きましょう。さあ、今回も当てていくよ。さあ、行こう。雪のちらつく夜にね、なんでこんなことしなきゃいけないのかっていうふうには思いますよね。反応してください。まあ、するわけないよね。さてさて、こちらを取ってと。 EMF リーダーはね、最初から入れていきましょう。これでいいかな。で、あと塩とライターとキャンドルですね。塩とライター、キャンドル。よし。お、雪だったら消えないんですね。雨だったら消えちゃうと思いますけどね。ここにセット。こんな感じかな。で、懐中時計と、こちらと、こちらを持って。まずはガレージ、よし、電気つけに行きましょう。で、ついでに温度。おっと、いきなり特定か。ちょっと低いですけど、ここかどうか。でもガレージっぽいな。ちょっと他のところ一応見てみるか。10度ありますもんね、他のところは。でもここも低いな。今回はちょっと分かりづらいですね。ってことは氷点下のやつがいるんじゃないか。地下行ってみましょう。地下ではないですね。よかったよかった。地下っていうだけで怖いもんな。で、この部屋は、この部屋も低いな、温度が。なんか全体的に温度低いな、今回は。この部屋、この家が。で、ここ空いてると、空いてたけどこの部屋ではないですね。この部屋も違いますね。
さーて、あ、おお、怖え。ああ、もう全然慣れないな、このため息は。どんどんつけていきましょう。電気怖い怖い。ちょっと他の部屋も覗いてみよう。ん？この部屋ではないか。7度とかさ、あー、ここ空いてる。あ、ここですね。氷点下までいかないかな。ここって行った方がいいか。氷点下まで行きそうだけどな。ギリギリ行かないですね。この部屋で確定でいいでしょう。ただ氷点下までは行きそうもないですね。 EMF リーダー置いておきましょう。この辺りぐらいに放っとくか。で、あとはボイスとこちら指紋ですね。ちょっと指紋見ていきましょう。べったりついていても良さそう。うわ、レベル4ですね、 EMF リーダー。うわうわうわ、また来た来た来た。だけど指紋ないね、これは。レベルも4止まりですね。怒ってますか？名前を言ってください。若いですか？若いですか？いくつですか？アピールしてください。反応してくれないですね。そしたらちょっと待って、こんなものはいらない。なんで猫の写真が怖いな。そしたらゴーストライティングちょっとセットしておきましょう。ここら辺でいいでしょう。で、ついでにこれもセットしておきましょう。で、あとはカメラ、そして塩ですね。塩も、ああ、もう踏んでますね。塩は OK ですね、これで。で、カメラをここにセット。これでとりあえず見ていきましょう。いやー、怖い怖い。今のところは何も特定できるところはないですね。64、小気度がだいぶ減ってしまっている。あ、オーブ見えてますね。オーブは見えたと。あとゴーストの種類、姿が見えたりしないから。今上にチラチラっとね、オーブが見えたので、オーブは確定でいいでしょう。で、スピリットボックスにも反応しなかったんだよな。いやー、姿が映らないな。もう一度氷点下行くか少し調べてみましょうかね。なんか氷点下行きそうな気がするよな。キャンドルセットしていきましょう。いくつですか？怒ってますか？若いですか？反応してください。
アピールしてください。うん、スピリットボックスは反応なしですね。そしたらもう一回温度計で氷点下いかないかだけもう一回確認しましょう。おい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 、あーもうレベル5記録、レベル5記録はいいけど、レベル5記録はいいけど、なんか指紋見つかってないかな。指紋はなさそうだな。あーもう怖いな本当に。となると今のところスピリットボックスなし、ゴーストライティングなし、 EMF レベル5、雷獣か化け狐ですね。プロジェクターに移れば雷獣、指紋が残れば化け狐っていうとこですね。プロジェクターに移るんじゃないか。ちょっとプロジェクター見ていきましょう。なんかそんな気がするな。あら動いてる動いてる、オーブは出てるもんな。うん、オーブはチラチラで見えてますね。だからこれは大丈夫でしょう。ただ映らないな、映りませんね。これだけアピールしてるのに。ちょっともう一回指紋見に行くか。さっきドアがちょっと開いてましたからね、指紋があるかどうかですね。あとはあ、指紋ありますね。指紋発見です。これ特定特定、よし行こう、逃げよう逃げよう。指紋あった、化け狐ですね。さあ今回は1回目なんとか当てることができたでしょう。これで完了です。オーブ、指紋、あと何だったっけ、あと EMF レベル5ですね。化け狐、さあどうだ、答え合わせは成功です。よし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 、 OK です。あーなんとか成功した。そしたらもう一回やっていきましょう。で追加でキャンドル、ライター、塩、あとは強力な温度計と強力な懐中電灯と温度計ですね。こちらの方セットしていきましょう。では開始です。いやー怖かった。もうなんかため息ばっかりがね、もう耳元ではーってね、もうねヘッドホンしてるからね、恐ろしくて恐ろしくて、しかも相変わらず今日もね、またね朝の5時ぐらいですからね、これもう家の周りが暗くて暗くて、まあ本当にねこんなのね暗い中でやるもんじゃないですね。もう気分が上がりすぎちゃってねいやー怖いよ。いきなり悲鳴を上げたらね、悲鳴を上げてねうるさくしてしまうかもしれませんが、その時はちょっとご容赦ください。さて EMF リーダーで超常現象の痕跡発見、十字架でゴーストの攻撃を防ぐ、ゴーストにキャンドルを消させる。十字架を持ってきてないので EMF リーダーとゴーストのキャンドルを消させるはちょっとやっていきたいとこですね。さあそれではこちら物品の搬入をまずは開始いたしましょう。一人でやるんだったらね、やっぱりこのぐらいの狭いマップの方がね一番小回りが効いていいですよね。あー今度は雨か。雨だとキャンドルが外からつかないんですよね。つくかな、それとも多分つかないと思うんだけどな。何回かやったことあるけど。さてさて、プロジェクター本でスピリットボックスと。さあ EMF リーダーを取ってカメラ、温度計と。あー今カチャカチャ音が聞こえましたね。どっかでアピールしてるな。いやー怖い怖い。
で、塩とライターとキャンドルと。あ、つきますね。つくじゃないか、雨でも外で。そしたら、あ、しまった。こんなところにセットしてどうすんだ。ボタンを間違えた。懐中時計、温度計、塩はいいって。EMF リーダー。さあ、行きましょう。あ、ここですね。指紋残ってんじゃないか。ただちょっとブレーカーをまずは上げたい。うわぁ。畜生。下じゃないか。よし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 。まずはブレーカー上げていきましょう。地下からさ探索していこう。地下は大丈夫そうですね。で、キッチン周り見ていきましょう。あ、いきなりここじゃないか。 6.2 度はちょっと低すぎるぞ。んー、でも一瞬表示しただけだな。ランドリーは？ランドリーも低いけど、ここではなさそうだ。ガレージも低いけど、ここでもなさそうですね。うわ、カチャカチャ音してるな。あ、1.3、2.8。この辺りですね。この部屋ではない。この廊下だ。あ、氷点下記録、氷点下記録しましたと。そしたらちょっと塩持ってこう。こんなもんでいいんじゃない。で、こちら指紋はないね。あ、踏んだ音が今聞こえたけど。 EMF リーダーちょっとここに置いときましょう。あ、踏まれましたね。通り道なのは間違いなしと。そしたら踏まれたすぐ近くにゴーストライティングセット、あとはキャンドル、こちらもここにセットしていきましょう。で、カメラと、カメラここにセット。ライティングはしてくれてない。あれ、プロジェクターどこ。プロジェクター入り口付近かな。あら、変なところ放っちゃったから分かんなくなっちゃったよ。怒ってますか。お、キャンドル消してくれたな。若いですか。アピールしてください。スピリットボックスは反応なしですね。今んところは氷点下だけですね。プロジェクターどこ行った。あった、これだ。危ない危ない、なくしたかと思った。で、ここにセットした上でちょっと見ていきましょう。オーブとかもね、飛んでる可能性が高いですね、この様子だと。証拠がいくらなんでも少なすぎる。オーブ飛んでないかな。もしくは、
プロジェクターで例の姿が映らないかな。映らないですね。あとは EMF リーダーが反応するかどうかだな。今氷点下しか記録できてないぞ。あと指紋もあるっぽいぞ、このままでいくと。UV ライトちょっと取っていきましょう。ゴーストライティングはなしですね。あー、いや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 、もうはーってやめてよ。ただ EMF リーダーが反応ないんだよな。何かしらの反応はあるはずなんだよね。ここが確実に通り道なので置いとくのはここで問題ないはずなんだよな。ちょっと付近の指紋がないか。ないですね。足音聞こえたな。うん？あ、これ指紋ですね。足跡があります。これちょっと EMF リーダーで分かりづらいけど、ちょっと EMF、プロジェクターを捨てて、あ、足跡あったのにな。せっかく、まあいいや、こっちの写真撮っとくか。せっかく足跡あったのに。なので指紋はこれで OK でしょう。あとはレベル5かプロジェクターだから、プロジェクターに移ってもおかしくないんだよな。もう一回プロジェクターちょっとセットしておきましょう。足跡はあったので、ここにも足跡あるじゃん。ここら辺が全体が通り道ってことか。多分そうですね。となると、もう一回ちょっと特定を、マイナス11、やっぱりここでいいですね。もう一回やってみよう。若いですか？はーい、反応ありましたね。今までなかったのに、スピリットボックス反応あり。これで特定です。ミミックだ。指紋、氷点下の温度、スピリットボックス。これでいいでしょう。行きましょう。さあ、当たってるかどうか。ミミックだと嬉しいな。特定しづらい。ゴーストですからね。初めてミミックだと正当さ、当たることになるな。さあどうだ。音量か！なんでだ？足跡は指紋として数えちゃいけないってことか。いやー、失敗しましたね。さあ、それでは今回のファズモフォビアはこれにて終了とさせていただきます。いやー、初回はね、なんとか成功しましたが、2回目が失敗したっていうね、ちょっと締まらない展開になりましたが、今回はこれにて終了です。それではまた次回、お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。